ですね、なんとアコースティック界の人生二人組インストでございます。デバベベのお二人を迎えてお送りします。今日ちなみに地元の方とか多分今見てると思うんですよ、友人とか。ああ見てますか。なんでね、はい、何か言っといた方がいいんじゃないですか。僕ですか。いやこういう時は三浦君に任せますよ。あなたじゃないですか。元気ですか。そんなもん言われたな。似てるか分かんないもん。まあ本当三浦さんは前この番組に一回出てもらった時に、まあ、びっくり顔のタクちゃんなんてね、言うあだ名がついたぐらいで本当に表情豊かですよね。あ、そうなんです。自分でも真顔が気持ち悪いなって。正面に、だから正面向かんとこを立つんですよ。真顔が気持ち悪いってすごいな、それね。なんとですね、今日まさにそのストリートライブじゃないですけど、屋根の上ライブみたいな感じで一曲披露していただきたいと思いまーす。曲目は7月15日に出したばかりの、あるミニアルバム、はい、スカイスカイスカイの中から、スカイスカイスカイという曲を、空空空みたいなね、いいね、こういう感じの曲をやりたいと思います。わかりました。はい、はい、じゃあお願いします。ワン、ツー、スリー、フォいやー、なんかまさ
にね、あのスカイっていうか、あの俺がね普段あのよくサーフィンをやってる湘南の海岸を思い出しました。あまり日焼けしてないですよね。やってないだろ。日焼け止め塗ってサーフィンやってる。すいません、嘘です。だけどね、バレバレだ。なんかほんとね、夏のなんか入道雲っていうか、なんかこうグワーってきますね。チャレン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 、うわーみたいなね。ささーみたいな、うわーってますみたいなね、顔が。ちなみにね、お二方に一つ聞いておきたい、はい、これそのカエラちゃんがその関西に行った時にちょっとあの土産で持ってきてくれたものがありまして、うん、それであのね、朝日ポン酢っていうポン酢。ああ、はいはい、有名です。やっぱりあれは関西ではあれなんですか。有名ですね、美味しいポン酢。あ、すいません。大好きなんですよ、あれが、うん、僕ポン酢がめっちゃ好きなんですよ。ポン酢めっちゃ好きですよ。私も大好きなんですよ。ポン酢マニア、マニア、マニア。ポン酢マニア。ポン酢マニア。でもあれもう何でもポン酢で食うんですよ。なんかあの取り寄せてるんですよ、すごい。四国から僕ポン酢取り寄せてるんです。四国、四国のポン酢はカツオの出汁ですごい美味しい。え、美味しそう。めっちゃ美味しい。すごい。今度持ってきますわ。はい、みんなで食べましょう。はい。最近なんかポン酢番組みたいになってるから。じゃあ、あのポン酢をたくさん食べてて、はい、健康には気をつけて頑張っていただきたい。どんな番組だったの。というわけで、デパペペのお二人、本日はどうもありがとうございました。